はい、どうもこんにちは、ハゲルです。今日はヒッケルギターの発想に関してのご連絡です。ヒッケルギターってのはこれですね。僕が立ち上げたブランドの第1弾ギターのテレキャスターのことです。で、もともと初期ロットがとりあえず12本だけ出来上がるってことで、もしこれを超えるご注文をいただいたら抽選で12名、僕のこれが1本があるから11名になるかな、抽選で選ばせてもらって発送で、それ以降はお申し込みの順番でお送りするっていうお話でしたがね、もう12本とかじゃないんです、ご注文が。本当にありがとうございます。なのでちょっと突然なんですけども、この初期ロットの抽選に参加できるのは明日8月11日までにお申し込みくださった方までとさせてください。そうじゃないとね、この初日に申し込んでくれた方とかがどんどん正直外れる可能性が増えていっちゃうので、ちょっとなんかそれは違うかなと思ったので、でもなんか事前に言わないのもかなと思ったので、もう今日言って明日までの締め切りです。なのでもちろんあれよ、それ以降にご購入いただいても買えないってことはもちろんないです。でご注文自体は、受け付けます。でもこの一番早く届く可能性があるのは明日8月11日までにお申し込みご購入くださった方の中から抽選っていう、そういう感じでございます。でね、この初期ロットの12本ってやつ、やっぱねさすがに少なすぎた。だからこの正直、僕ブランドの立ち上げで今回はその工場とか、間に入ってくれてる会社の方とかといろいろやり取りしてて、まだこう何この分かってなかったんだよね、どれぐらいなのか。なのでとりあえず10本で予備10にゃん、でもなんか先方からも、じゃあ大体普段普通はこれぐらいなんじゃないのって言って、塩梅を取って、じゃあ12本とりあえずパーツ、このあるのよ、やっぱ先にパーツ買わなきゃいけない先行投資とかあるから、で12本、さすがに少なすぎたみたい。いや違う、ご注文をめちゃくちゃいただいたっていうことです。まずはありがとうございます、本当に。っていうことでね、その間に入ってくれてる会社、ギターファクトリーさんですね、の会社の社長さんがすっごい頑張ってくれて、なんと初期ロット増えました。12本じゃなくて30本、30本を初期ロットとして。なのでこれシリアル番号ここに書いてあるんですけど、これが0001ですね。見えるかな、ピント合うかどうか分かんないですけど、シリアル番号0030までを初期ロットとして出荷できることになりました。いや本当ありがとうございますなんですよ。ただ30本あっても抽選です、すでに。なので明日までにご注文くださった方の中から、僕1番持ってるから2番以降2番から30番がどなたに届くかが決まります。でそれ以降はもうご注文順になります。じゃあその抽選とかいつなんだよって感じなんですけど、ちょっと待ってください。30本をしっかり仕上げて発送できますっていうコンディションにするまでちょっと時間がかかるんですよね。ちょっとだけこの裏話をするとね、これ作ってるのは海外の工場なんですよ。で作りはすごく良くなってきてるんですけども、調整、このセットアップね、これはやっぱり日本に持ってきてから日本人スタッフの手でやる方が格段に精度がいいんですよ。というかそれやってくれてるスタッフの腕がすげえいいっていうのもあるんですけども、でね僕も適当な状態で発送するのは嫌なんですよ。それだったらもうちょっと早く出荷できるんですよ。海外からもうベコンベコンベコンって送っちゃえばいいんですけど、それはちょっと嫌じゃないですか。なのでちょっと時間をください。でそういう準備ができ次第抽選もやらせてください。抽選ぐらい先にしとけよっていう方いますよね。いつ届くのか、その目安知りたいですもんね。初期ロットが届くのか、もうちょっと先になるのか、それはごめん。あとはぶっちゃけ抽選すら反対っていう方もいらっしゃるかなと思います。当日に申し込んだんだから、そりゃ最初に届けてくれよって方もいるかと思います。そこはごめんなさい。これ僕の初めての、プロダクト、記念すべき1本目ですので、ちょっとこの発送させていただくときにちょっとしたイベント感が欲しくなってしまったんですよ。そこはさすが YouTuber って感じです、すいません。だからシリアルナンバーのこれ1番でしょ、2番以降1桁がどなたの手にとか、10番11番とか、皆さんの例えば好きな番号もあるかもしれないけど、そういうのも含めてちょっとしたイベントに、してこれまだ本当のジャストアイディアで絶対じゃないけど、生配信とかしたら面白いかななんて思っておりますので、ちょっと待ってるください。です。価格税込み送料込み8万8000円です。こちら今月いっぱいの価格で、9月からは9万円台に上がります。ちょっと細かい金額はまだ調整中です。できるだけ頑張りますがっていう感じ。 あとケース、ヒッケルのロゴの入ったケース正式に作ってもらい始めました。いつ届くんだろう、ちょっと分かんない。届いたらまたお見せします。であとの仕様に関しては先日投稿した動画をご覧くださいませ。アッシュボディ、中くり抜いてあるチャンバー加工で、ローステッドメイプルのネックにエボニーシバン、ステンレスフレットで、
五島のブリッジと五島のペグですね。この仕様は普通にやばいです。10万円以下でこれが買えるのは本当にすごいよねって、この話題沸騰中です。ありがとうございます。あ、そういえば前回言い忘れたんだけど、ポジションマークの話、ポジションマークがこのちょっとちっちゃいスタイリッシュなやつだよねっていうのはお話ししたと思うんですけど、このサイドのこれね、これ見えるかな、サイドの演奏してる時に見える実際こっちですね。これ実はルミンレイです。蓄光タイプ、ちょっとだけ光る。これ今消したら分かるかな、分かんないかな。あ、ちょっとぼやんってなりますね。さっき撮ったのでそれはちょっとこの辺貼っつけておきます。まあちょっとだけあれよ、ビカン LED じゃないから、ビカーンじゃないよ、蓄光光を貯めてちょっとぼやんって光る。これステージでちょっとだけ視認性がいいので、というよりかっこいいっすなので、そんな感じです。まとめます。本日のまとめ、まずは価格は8月31日までがこの初回価格です。で、2つ目、初期ロットが30本に増えました。で、次はその初期ロットは8月11日までにご注文くださった方の中から抽選します。で、抽選以降は、ご注文順でセカンドロットからのこう発送しますという、そんな感じかな。はい、そんな感じです。以上です。ブランドの立ち上げにおいてね、すごいいいスタートを切ることができました。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。あとね、もちろん、ギターファクトリーの皆さんとか工場の皆さんとか他、たくさんの方々お手伝いいただきました。ありがとうございます。じゃあこれからヒッケルブランドも盛り上げていただく盛り上げられるように頑張ります。なんかグダグダになっちゃった。バイバーイ。